はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、錦の巻です。今回はですね、スーパーマリオパーティーシリーズの基本と言っちゃう基本なんですけど、任天堂 DS ソフトでマリオパーティー DS をプレイしていこうと思います。今回はですね、ミニゲームの方をちょっとプレイしていきたいなと思います。それでは始めていきたいと思います。ちょっと時間ずれたつなんですが、これご了承ください。で、今回は的当てクッパをちょっとやっていきたいなと思います。まあキャラは適当でいいとして、わかりました。ルールとしてはタッチペンで目を引き、的を狙い、矢を打ちましょう。壁1個に20ポイントですが、クッパは100ポイントです。まあ、タイトルにある通り、的当てクッパなので、クッパは100ポイントとなっています。ただし、キノピオのガールフレンドであるキノピコにアタッチしてもらうと30ポイント減点です。キノピコと打ってしまうと、ポイントが30ポイント減らされますので、的をよく見て狙いを定めましょう。操作、タッチペン、弓を引き、矢を打つ。これ上画面との勝負ですね。ちょっと近づいてすいません。まあ、基本はですね、先に出てくるクッパをまず狙っていって、その後にカメックをバン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 打っていきます。この時にコンボを蹴らさずに行けばハイスコアを狙えます。7000まで行くには330以上行く必要があります。相手が打つ場所をよく見ながら、どうでしょうか。あー、くそ、惜しいですね。まあこれはどうやってもちょっとこの間出した記録なんですけど、さすがに今抜けるってわけではありませんね。次はじゃあちょっとボスバトルやっていきます。今回のボスバトルはハンマーブロスです。ハンマーブロスが叩くティンパニーの順番を終えて跳ね返していくボスバトルミニゲームです。ルールとしてはハンマーブロスが叩くティンパニーの順番を覚え、音符がマリオにぶつかる直前にハンマーブロスと同じ順番のティンパニーを叩きましょう。順番を間違えてもハンマーブロスが投げた音符がぶつかる前であれば叩き出すことができます。焦らずに落ち着いて叩きましょう。で、操作タッチペンでティンパニーを叩くでは行きましょう。ハンマーブラスの音符には音符で対抗するしかありません。まあ、いわゆる目には目をの作戦です。それにはまずハンマーブラスが叩いたティンパニーの順番を覚えます。これは記憶力を鍛えるミニゲームでもあります。そしてその順番通りに1つ目でティンパニーを叩けば、飛んできた音符を跳ね返すことが可能です。それではマリオさん、カリアンにビートを刻んでください。まずは上側に青、緑、赤、青、緑、赤。はい、まずは一発終わりです。次はちょっと難しいです。黄色、青、緑、赤。ラストです。黄色、緑、赤、青、緑。簡単すぎましたね。なお、ボスミニゲームおよびボスミニゲームに関してはマリパポイントが30ポイント加算されます。そしてこのミニゲームに関してなんですけど、実はこれコンピューターの精査に合わせると合わせてもポイントが高くなります。次は2対2のミニゲーム、こちらロボットブックレースですね。やっていきたいと思います。これは要はコツとしては ABYX のトリックで回していくのがコツです。
時間かかりました。すいません。このようにコンピューター調査再建すると20ポイントプラス3ポイントで20、合計で23ポイントになります。次はお得意のスライススライスです。ではもう変わりません。それではいきたいと思います。はい、タッチナイスが続きます。デュエルでも使われて、2対2のミニゲームでも使われているこのゆらゆらハンガー、こちらをやっていきたいと思います。こちらと単に十字ボタンさえで移動すれば問題ありません。これはとにかく次の障害物まで加速させておけば克服です。まあ、ちょっと詰まってしまいました。ちょっともう一回やりたいと思います。ちょっとこれ仕事でちょっと難しいですね。惜しいですね。はい、今日はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画楽しんでいただけましたらチャンネル登録、そして高評価、そして励みになると思う、励みになってほしいため、私にコメントなどをどんどんお寄せください。それでは、錦の巻でした。次回の動画でお会いしましょう。またね。やるじゃない。